アーユルベーダは、インド大陸の伝統的医学である。ユナに、医学、中国医学と共に、世界三大伝統医学の一つであり、相互に影響し合って発展した。鳥シャと呼ばれる三つの要素のバランスが崩れると、病気になると考えられており、これが、アーユルベーダのコインン理論である。その名は、寿命、生規、生命を意味する、サンスクリット語の、アーユースト、 知識、学を意味する、ベーの複合語である。医学のみならず、生活の知恵、生命科学、哲学の概念も含んでおり、病気の治療と予防だけでなく、より良い人生を目指すものである。健康の維持、増進や若返り、さらには幸福な人生、不幸な人生とは何かまでを追求する。文献の研究から、 一つの体系としてまとめられたのは早くても、紀元前後から6世紀と考えられている。古代ペルシア、古代ギリシア、チベット医学など、各地の医学に影響を与え、インド先生術、錬金術とも深い関わりがある。体系化には、宇宙の根本原理を追求した古装のウパニシャッドが、重要な役割を果たし、バラモン教、 六派哲学に数えられるサーンキア学派の二元論、バイセイシ科学派の自然哲学、ニアーヤ学派の論理学も大いに利用された。インドでは、イスラーム勢力の拡大以降、支配者層や都市部で、ユナニ医学が主流となり、その流星は、トルコ系、イスラーム王朝のムガル帝国時代に最高潮に達した。一方、アーユルベーダは衰退し、周辺部や、 貧しい人々の間に受け継がれた。20世紀初頭になると、イギリス帝国のインド支配に対抗するナショナリストや、欧米のオリエンタリストたちによって、アーユルベーダは、インド伝統医学として復興し、西洋近代医学に対抗して、教育制度が整備された。現代のインドにおいては政府に、アユ首相が設置されており、公認の医学体系の一部である。 約600種類の薬草から薬品や健康食品が製造されている。アメリカ合衆国ではニューエイジ運動でアーユルベーダーをはじめとする様々な伝統医学、ホリスティック医学が注目された。1998年にアメリカ国立衛生研究所に国立保管大体医療センターができたことをきっかけに広まり、 世界各地で現代医学を保管、代替する医療として利用されている。また、アーユルベーダに興味を持ったヒッピーたちがインドに滞在した影響で、外国人向けにアレンジされたアーユルベーダマッサージが人気となり、現在では医療ツーリズムが流生している。インドではアーユルベーダ医師の資格は国家資格であり、現代医学と並んで治療が行われている。一方、 商業化されたアーユルベーダの世界的な普及やアーユルベーダ薬がサプリメントとして流通することで様々な問題も起こっている。バンガロールアーユルベーダエキスポのダンバンタリ像。ダンバンタリはアーユルベーダの始祖とされるブラフマーガミの化身。カーシーの王でスシュルタサンヒターに登場する。アーユルベーダは心、体、行動や 環境も含めた全体としての調和が、健康にとって重要と見る。このような心身のバランス、調和を重視する考え方を、全体感の医学という。古代ギリシアの医師ヒポクラテスに始まり、四体液の調和を重視するギリシャアラビア医学や、陰陽五行のバランスを重視する中国医学など、伝統医学の多くが全体感の医学である。 病気になってからそれを治すことより、病気になりにくい心身を作ることを重んじており、病気を予防して、健康を維持する予防医学の考え方に立っている。心身のより良いバランスを保つことで、健康が維持されると考えた。具体的には、5代からなるバータ、ピッタおよびカパの鳥同士のバランスが取れていること、食物の消化、老廃物の生成、排泄が順調で、 サプタダートが良い状態であることが挙げられる。また、古典医学書、シャラカサンヒターでは、生命は、身体、感覚機能、精神、我の結合したものであると述べられており、体や、感覚器官だけでなく、精神面、さらに魂と表現されるような根源的な面が良い、状態であることも、健康の条件となる。特に食事が、重要視されており、 生活指導も行われる。睡眠や排泄、セックスなどの自然な欲求を我慢することは病気につながるとして今占めている。治療には大きく二つがあり、一つは食事、薬、調技法や行動の改善で同社のバランスを整える緩和療法、もう一つは増大、増悪した同社やアーマ、マラなどの病院要素を排泄する減弱療法である。 原弱療法では、パンチャカルマと呼ばれる治療法がよく知られている。根源的、霊的な面の治療として、上手者やマントラ、宝石を使った治療がある。鳥シャと五代の関係鳥シャ説は、生きているものはすべて、バータ、ピッタ、カパという三要素を持っており、体のすべての生理機能が支配されているとする説で、ある。同舎は五代で構成される。 五代とは、土台、水台、課題、風台の四元素に、元素に存在と運動の場を与える空台を加えたいつつで、古代インド哲学に由来する考え方である。バータは、風台、空台、ピッタは、課題、水台、カパは、水台、土台の組み合わせである。同社は、サンスクリット語で、不純なもの、増えやすいもの、体液、山磯、病気の発生に、 基本的なレベルで関係する要素、病気を引き起こす最も根本的な原因などを意味し、体液もしくは生体エネルギーを指す。その異常が、病気の元となるため、病素とも訳される。三つの動社は、さらに十号の、解動舎に分けられ、それぞれに、場所と機能がある。動社は、正常な状態では生命を維持して、健康を守るエネルギーであるが、増大。 増悪すると病気を引き起こす。病気とは、中語の、改動者の機能の悪化による、鳥動者のバランスの崩れと考えられるが、一般に、バータの増大、増悪は呼吸器系疾患、精神、神経疾患、循環器障害を、ピッタの増大、増悪は消化器系疾患、肝、炭、水疾患、皮膚病を、カパの増大、増悪は、気管支疾患、糖尿病や肥満、 関節炎、アレルギー症状を引き起こすと考えられている。同社のバランスを崩す原因としては、体質、時間、日常生活、場所、天体が挙げられ、特に体質が重視される。人間は個人により、先天的、後天的に、格同者の強さが異なり、性格や体質の違いとして現れる。体質は個性であると同時に、 その人の病気へのかかりやすさも意味する。アーユルベーダでは、各人の体質に合わせた食事、生活、病気の治療法があると考え、指導や治療を行う。同社は1日の中で、6時から4時間ごとに、カパ・ピッタ・バータの順で、変化のサイクルがある。また1年の中でも、春はカパが増悪、夏はバータが増大、秋はピッタが増悪、冬はカパが増大する。 インドには、ウキがあるが、ウキにはバータが悪化ピッタが増大する。人の一生の中でも、カパは、若年期に、ピッタは、早年期に、バータは、老年期に増えやすい。その人の体質上偏っている動社が増えやすい時期、時間に、動社のバランスを崩しやすいと考えられる。また、食べ物や、日常の行動などでも、動社の量は変化する。 現在のアーユルベーダでは、同社は3つとされるが、下科が取り入れられた古典、スシュルタサンヒターでは、第4の体液として血液が挙げられている。この、血液、粘液、胆獣、風が、ペルシャ経由で、ギリシャに伝わり、血液、粘液、高胆獣、黒炭汁を、人間の基本体液とする4体液説のもとになったとも言われる。 サンキア学派の特徴の一つにトリグナ説があるが、この理論は他への影響が大きかった。トリグナが拮抗したがいにバランスをとることで、自然界の諸現象や人間の心身の状態、性格の違いなどが生まれると説明された。トリグナは、アーユルベーダでは、心の状態を左右するものと考えられ、鳥動舎説と関連付けられ重視された。アーユルベーダでは、 心が体より上位だと考えられており、鳥同社のうちに鳥、グナが含まれていると例えられる。同社は、同じ性質のものが、同じ性質のものを増やすという法則で変化する。同性を持つラジャスが増加すると、怒りやイライラが募り、同性を持つ同社であるバータとピッタを増加させる。 安定性、惰性を持つタマスが増加すると、怠惰になり精神活動は停滞し、肩を増加させる。このように、ラジャスとタマスの増加は、心身に悪影響を及ぼす。一方、トリグナの一つであるサットバは純粋性を持ち、同社を増大させることはない。サットバの増大は、トリ同社のバランスを安定させ、精神的には、愛情や、優しさ、正しい知性。 心身の健康をもたらす。ダーツは体を構成する要素で、食物が消化されることで生じる。同社とは互い目に見える物質であり、体に形を与える。この質が健康状態に深く関わると考えられており、その質が優れていることを、サーラという。摂取した食物は消化されて、ダーツが作られ、そのダーツの一部から別のダーツが作られる。 生成の順序は次の通りである。ラサ、乳尾、乳尾。体に栄養を与える体液。機能は、滋ラクタ、血液組織。機能は、命の維持ンサ、筋肉組織。機能は、塗り包む、メーダス、脂肪組織。機能は、潤滑アスティ、骨組織。機能は、形を保つマッジャー、骨髄組織。機能は、重点シュックラ。 生殖組織。機能は、繁殖以上の順で、食物から組織が作られる。これらのダーツを変換するためにはアグニが働く。アグニが正常に働いていれば、食物はうまく消化されて、オージャスが生み出され、生き生きとした、健康な状況となる。オージャスは、サクタダーツの随質で、核ダーツの生成過程で少しずつ作られるが、 シュックラができる段階で一番多く生成され、心臓に蓄積される。オージャスとともにマラが生成される。アグニが正常に働かないとアーマが生成され、排泄に異変が起きる。アーマは粘着性が強く、体内のスロータスを閉塞させて、病気を引き起こす。また、鳥同舎はサプタダートに依存している。バータはアスティに、ピッタはラクタに。 カッパはそれ以外のダートに左右される。アスティが減少すると空間が増えるため、バータが増え、ラクタが増加すると、ピッタが増え、それ以外のダートが増加すると、カパが増える。白内障の人の目。チャラカサンヒターでは、ジャッパミューッキー・ソラカという歪曲した特殊な針を使った白内障の治療法が説明されている。ナーガールジュナという人物は、 大乗仏教を創始したナーガールジュナが巧妙であるが、インドの伝承では、医学書、スシュルタ・サンヒターの改定者とされ、インドでは、僧として、より医師、錬金術師、呪術師として知られる。モーリッツ・ビンター・ニッツは、仏教、タントラ、医学、錬金術の4人のナーガールジュナの存在を想定している。 実在の錬金術シ品があルジュナは、ラサラトナアラカなど多くの錬金術書を表した古典、チャラカサンヒターでは、医学は八科目からなると述べられ、現代でも同じように八つに分類されている。このように八科目を数えるようになったのがいつなのかは、はっきりしないが、原始仏典やジャイナ教の経典に、毒物学、フロー調授法、強制法を覚悟科目を列挙したものがあるという、 インド錬金術と医学インドは古代から中国と交流があり、仏教が中国に伝わる過程で、さらに関係が深くなった。中国の錬金術が伝えられ、インドでも発展したと考えられている。錬炭術は、道教の不老長寿法の一種で、水銀が含まれる鉱物、炭舎を主原料とする炭薬の服用などが行われた。インドの不老長寿法ラサイヤナには、 インド錬金術が含まれる。もともとは薬草学であり、古典、シャラカサンヒターの段階では、鉱物薬は限定的にしか使用されず、水銀の内服もなかった。中国錬金術の影響で、水銀や鉱物薬を扱う錬金術も含まれるようになったと考えられている。ラサーナヤという言葉は薬草学だけでなく、 錬金術や錬金術で作られた霊薬も指すようになり、ラッサ、またはラサーヤナ、マハーラサ、サットバ、サルバサートビカなどの用語が生まれた。ただし、水銀には毒性があるため、中国同様、中世後期には水銀を用いた錬金術は衰えた。医者は、自らの五感による、直接近く推論、信頼できる人の示証言によって、 患者の状態を認識する。診察は次のステップで行われる。視診触診問診視診には、下見眼球の検査、肉体的特徴の観察などがあり、触診には、脈診などがある。鳥動舎説は、体液病理説的な考え方であるため、ユナに、医学同様、脈診とともに、糞便検査、痰などの排泄物の観察も重んじられた。聞き見。 皮膚の検査、爪の検査なども行われる。プラクリティ、ビクリティ、サーラ、サンハティ、ムラマーナ、サットバ、サートミア、バヤハも詳しく把握され、総合して診断を下す。脈診は右手の人差し指、中指、薬指を使って行われ、患者が男性の場合は右手、女性の場合は左手の脈が見られる。バータの状態は、 人差し指、ピッタは中指、カパは薬指で感じられ、脈を感じる深さによって、患者の同者の先天的なバランスと現在の状態を判断する。緩和療法としては、睡眠時間や食事の改善、ビクリティに対する煎じ薬、心を沈めるための瞑想などが行われ、アーマー対策として、運動やアグニの活性化が目指される。 消化に関しては二つの治療があり、過剰なダーテを減らす絶食療法と、不足したダーテを補う栄養療法がある。食事古典、シャラカサニヒターでも、健康、病気の原因として食事が挙げられており、内容だけでなく、食事を楽しみ満足することも重要と考えられている。食物や飲み物は、アーユルベーダ薬物と同じように、鳥同社 トリグナのバランスに影響を与えると考えられている。薬効は、ラサ、ビルーヤ、属性、ビパーカを総合して判断される。ラサは、5代のうち2つが結合したものとされ、カン、サン、カン、シン、ク、シブの6つである。ビルーヤは、熱性、冷え性どちらでもないものがある。属性は、カン、熱、油カン、銃、ケー、ドン、エの8種類。 または、これら8つに、かつ、あら、型た、えき、なん、微細ほぼ、年長、成長を加えた二十種類である。ビッパーカは、消化の際に六つのラサが変化したもので、かん、真の三つである。食物の鳥動車や鳥、ぐなへの影響は、これらを考慮して判断される。 増大した同社と反対の性質の食物を取り、同じ性質のものを避けることで、心身のバランスの回復を目指す。同社のバランスを改善するために、バータが優勢な場合は、ごま油、ピッタが優勢な場合は、ギー、カパが優勢の場合は蜂蜜が与えられる。また、サットバを高める食物は、同社のバランスの回復をもたらすため、 米や牛乳などサット場の豊富な食物を摂るよう、進めている。薬物の処方アイウルベーダの薬は、天然に由来する、動植鉱物からなる薬物が使われる。約2000から2500種の薬物があり、これらにはそれぞれ薬効があり、同社やダートゥ、マラなどへの作用も、それぞれ決まっている。薬物は、食物同様、ラサや、 微流やなどを総合して薬効が判断される。病気の原因は、同社の増大、増悪であるが、症状と属性がある。治療は、個々の患者の状態を考慮して、同社のバランスを回復させる薬物、症状を治す薬物、反対の属性を持つ薬物が使われる。薬剤は、単体で使われることもあるが、複合薬として処方される場合が多い。 人口の増大と伝統医療の普及で世界的に薬物の乱獲と枯渇が問題になっている。また近年では一部の気薬が現代医学の視点から作用機序が研究されており一例として産業技術総合研究所の動物実験にてアシュワガンダの強い抗がん作用が発見された。海外ではホットミルクにアシュワガンダなどのハーブやスパイスを入れ ムーンミルクと呼ばれるドリンクが流行している。減弱療法の段階と、種類アーユルベーダの減弱療法は、可能な限り身体に負担をかけないように時間をかけて行う。過剰な動車やアーマを、身体外に排泄させるために1、全処置に中心処置3、後処置の順番で施される。プールバカルマ、全処置。プラダーナカルマ、中心処置。 パンチャカルマパシュチャートカルマ、ご処置アーユルベーダのマッサージ頭部のオイルマッサージアーユルベーダの治療では薬草療法が大きな位置を占めており薬物を煎じた薬用油も治療に使用される。アーユルベーダにおけるマッサージはパンチャカルマの補助療法で薬草療法の一種であり7つのチャクラへの刺激も行われる。マッサージのベースオイルには 温かいごま油が使用される。ごま油は皮膚に浸透しやすく、抗酸化作用が強いオイルで、塗布すると発汗が促進される。マッサージの主義は、ペルシャの医学やユナニ医学が取り入れられた歴史から、東洋、西洋のテクニックが混在し、日本伝統の主義と相通じる部分もある。次のようなマッサージが知られている。パンチャ・カルマの補助療法として、 薬用油を塗布する治療がある一方、アーユルベーダマッサージと呼ばれるものの多くは、外国人向けにアレンジし直されたものである。インドコーバラム海岸に滞在したアメリカ人ヒッピーたちがアーユルベーダに関心を持っていたことから、地元の若者がアーユルベーダの治療者から知識、技術を集め青空マッサージを始め、 外国人向けのアーユルベーダマッサージが行われるようになった。であり、アーユルベーダの存在を村人は知らなかった。他民族、他宗教のインド伝統医療はアーユルベーダに限られず多様である。現在では、インドの外国人向け治療施設やヘルス関連施設でマッサージが教えられており、多くの外国人がインドで学び、自国に持ち帰っている。 インドやスリランカなどで行われる医療ツーリズムでは、旅行者の目的は、リラクゼーションや健康増進が主であり、マッサージが治療の中心で、一回のみ行われることも、多い。一週間以上滞在する場合でも、期間や旅行者の思考に合わせて治療がアレンジされ、肝腸法や、サイト法などの苦痛を伴う治療はあまり行われない。継続性もないため、抜本的な治療にならないことも、 少なくない。日本では、アーユルベーダを名乗るエスティックサロンなどで、オイルマッサージの海が行われることが多く、アーユルベーダとは、インド式、オイルエステであるという短絡的な認識が持たれている。岩に書かれた、マントラ根源的、霊的な面の治療の背景には、ウッパニシャッドなどのインド思想があり、患者本来の力を引き出し、宇宙の根源的なエネルギーを用いて、 心身の調和を取り戻すことを目的とする。様々な方法が用いられるが、患者のアートマンの活性化を目指しており、治療者は援助に徹する。患者の生き方を変えるような根本的な治療のため、多くの場合時間がかかるが、短期間で劇的に効果が現れることもあるという。先制術などで病気がカルマによると分かった場合、 悪いカルマをなくすために善行が奨励される。また、上手者でホロスコープを見て、悪い惑星の影響を考慮した薬草療法、マントラや宝石を使った治療も行われる。例えば、パンチャカルマを行う日時が、先星術によって決められることもある。ただし、マントラや宝石を使った治療は現在ではあまり行われず、 先生術の知識を持つ治療者もわずかであるという。根源的、霊的な治療としては、インド思想に基づく風水、バース・トシャーストラ、聖なる日を起こして、マントラを唱え、供物を捧げる、治療の儀式、ヤギャ、聖天に由来する言葉であるマントラ、大宇宙と小宇宙の関係を視覚的に表現した、聖なる図、ヤントラなども治療に使われる。 キャンサーリサーチ UK による初期的な実験ではアーユルベーダを用いた癌の予防並びに治療に対する人体への効果は確認されなかった。2015年の文献レビューは約40%のアーユルベーダ専門研究雑誌の記事がデータベースに作品付けされているとした。ランダム化比較試験のシステマティックレビューは複数行われている。 アメリカ政府が2008年に行った調査では、ネットで購入した193個のアーユルベーダ関連の商品のうち、全体の2割強の商品で、基準値を超える鉛、水銀、ヒ素の存在が測定された。また、アーユルベーダで使用される植物の成分が、その他の医薬製品と人体内で、どのように反応するかなどの確認が行われていない、ため、 副作用の危険が指摘されている。アーユルベーダで使用される植物の中には、カバのような国家によっては違法とされる成分や、摂取量によっては毒性を示すものもあるため、注意が必要である。外ラモン教の経典、ベーダとして、4つの、主なベーダ、リグベーダ、サーマベーダ、ヤジュルベーダ、アタルバベーダがあり、ベーダから生命に関する知識を集大成した、ウッパベーダが、 アーユルベーダである。人類の初期の医学、薬学は、呪術と結びついたものだが、こういった記述が見られるのは、リグベーダと、アタルバベーダだけである。ウッパベーダは他に、ガンダルバベーダ、ダヌルベーダ、スターパティアベーダがある。サンスクリット語で書かれており、バラモンなど、知的エリートの間で受け継がれた。アーユルベーダの最古の文献としては、 アグニベーシャタントラがあったと伝えられる。チャラカサンヒタアは、アグニベーシャタントラを、医師、チャラカが改変したものと言われ、その作業は1から2世紀までには終わったと、考えられている。アタルバベーダに医学に関する内容が多く、チャラカサンヒタアは、アタルバベーダのパンガとされた。4から5世紀に、ジャイナ教、仏教といった新しい宗教や、六波哲学が、 発展して医学に影響を与え、呪術と医学が切り離されて、経験的、合理的な医学が始まったと考えられる。これが、チャラカ、スシュルタの名でまとめられた医学体系である。チャラカサンヒター、スシュルタサンヒター、アシュターンガフリダやサンヒターなどの古典の段階で、医学体系として完成しており、これらの医学書は現在まで、実用的なテキストとして参照されている。 古典が現在でも重要視されているため、一見進歩が否定されているように見えるが、実際には中国医学の脈身やペルシャやギリシャアラビア医学も取り入れられ、アーユルベーダの薬草類にはインド国外のものも取り入れられており、柔軟に接置されている。チャラカサンヒターをサンスクリット語から翻訳したインド数学、インド先生術研究者の矢野道夫によれば、 新しく取り込まれたものも、サンスクリット化され、テキストに組み込まれると、古代からあったものとして扱われるため、インドでは、チャラカサンヒターの段階では見られない脈身や、水銀の内服も、インド起源と思われているという。古典医学書の成立、最有機のモデルになった、現状三蔵は、正確な仏教教典を手に入れるために629年に、陸路インドに向かい、 六百四十五年に帰国した。当時のインドの仏教の状況や、仏教大学である、ナーランダー大学で教えられた、医学、六波哲学などを記録している。アーユルベーダを代表する古典、チャラカ・サンヒターでは、アーユルベーダは、ブラフマー神によって、最初に解かれ、イクハシラカの神を介してインドラ神に伝えられた。そしてバラドバージャという先人が、インドラ神の元におもき、 教えを受けたと述べられている。チャラカ・サンヒタアーは、アタル・バ・ベーダを根拠とし、三人の仙人が風、水、火について述べることで三元素を解説している。学術的には、チャラカ・サンヒタは2世紀頃に成立し、ダスグプタ博士は、哲学的な見地から、チャラカ・サンヒタアーを分析し、第一巻第一章では、セイシ科学派、第三巻第八章では、 ニアーヤ学派、第4巻第1章では、サーンキア学派の思想が説明されていると説明した。一貫して、内科を扱う、シャラカサンヒターに対し、クシャトリアと関係が深かったとされる、スシュルタサンヒターは、外科も扱い、最終的な成立は3から4世紀と考えられている。神々からもたらされたとされ、ブラフマー神の化身と言われる、カーシーの王。 ダンバンタリーが、スシュルタに話しかける形で医学が解かれる。両所とも、基本理論に違いはなく、内科を重視し、鳥移動者の不均衡が病気を引き起こすと説明している。古代インドの文献のほとんどは、正確な年代が不明であり、アーユルベーダサイコの文献、チャラカサンヒター、スシュルタサンヒターの成立年代はわからず、 相互に言及されていないため前後関係も不明である。その作者とされるチャラカ、スシュルタが生きた時代も不明であり、スシュルタなど、紀元前6世紀とする説もあれば、紀元後4世紀とする説もある。ただし、チャラカサンヒター、スシュルタサンヒターは特定の個人が書いたものではなく、 多くの人間が関わって長い間改変され続け、現在の形になるまで10世紀近くかかったと考えられている。後に、両書を折中した、アシュタ・アンガフリダやサンヒターが、バーグ・ババによって書かれたが、これは読みやすい遺書で、インド国外まで広く普及した。またマーダバは、インド医学で初めて一つのテーマを専門的に論じた、病院論の書いた。これらの医学書は、 時代、地域に合わせて、注釈を施され、現在まで、アーユルベーダのテキストとして使われている。古典に影響を与えた思想、チャラカ・サンヒターにおける、人間間紀元前5.6世紀頃から、バラモン教の最終史上主義を打ち破ろうと、自由思想家たちが活躍し、ベーダの権威を否定する仏教、ジャイナ教のような新宗教が起こり、 ウパニシャットの鉄人たちが活躍し、4世紀頃には六波哲学が流星した。こうした時代の中で、医学から呪術性が排除され体系化され、アーユルベーダと呼ばれるようになった。アタルバベーダなどに見られる呪術的内容は、ウパニシャットや六波哲学、サーンキア学派の二元論、バイセイシカ学派の自然哲学、ニアーヤ学派の論理学の活用によって、 呪術性を排した一つの体系に整理されたのである。ウパニシャッドウパニシャッドは、抗義のベーダ文献の最後を構成する書き物である。主なウパニシャッドだけでも13あり、紀元前500年前後の数百年間に成立したと考えられている。すべていずれかのベーダに属するとされ、ベーダ聖典を伝承する各学派によって伝えられた。その基本思想は、 多様で変化し続ける、この現象世界には、唯一の不変な実体が本質として存在し、それが、個人の本質と同じであるという、凡外一如である。ブラフマンは、客観的、忠誠の原理であり、それに対しアートマンは、主体的、人格的な原理である。アートマンはもともと、意気、規則を意味し、転じて、正規、身体、自身、自我、自己。 霊魂などを意味するようになった。ウパニシャッド哲学の全思想は、すべてボンガイチニョの概念の周辺で展開する。ロッパ、哲学4世紀に、マガダ国から起こったグプタ朝の下で、世上は安定し豊かなインドの古典文化が花開いた。バラモン教が国教とされ、サンスクリット語が公用語として用いられた。古来より伝わるバラモン教学が整備され、 様々な学問の系統が確立し、スートラがまとめられた。インドの学問のほとんどは、輪廻からの下脱を目的とし、宗教と哲学がほとんど区別できない点に特徴がある。この時代の聖闘バラモン教の哲学学派には6、系統があり、六波哲学と呼ばれた。サーアンキア学派、バイセイシカ学派、ニアーヤ学派は六波哲学に数えられる。 サーンキア学派サーンキア哲学における世界、展開世界を精神原理と物質原理に二分する厳密な二元論を特徴とする。精神原理としての真羅と物質原理としての事象の二つを世界の根源だと想定した。物質世界はすべて事象から回転して生じ、思考機関や自外意識といった心も精神ではなく物質であり、 人間の体の位置期間に過ぎないと考えられた。アーユルベーダに影響を与えたサーンキアの思想にトリグナ説がある。世界が展開する前の事象はサットバ、ラジャス、タマスという鳥、グナが均衡した静止状態にある。神我の干渉によってラジャスの活動が起こるとトリグナのバランスが崩れて世界が回転する。回転の過程は図の通りである。 一方、神我は一切変化しない。神我、自称、サトシ我慢、十一根、五ただ、五代を合わせて、二十五体と呼ぶ。は真理を意味する。神我はそもそも下脱した、正常なものなので、輪廻から下脱するには、自らの神我を清めてその本性を、現出させなければならない。そのためには、二十五体を正しく理解し、 ヨーガの修行を行わなければならないとされた。下脱のためのヨーガの実習は、サーンキア学派だけでなく、古代インド哲学、宗教のほとんどで行われていた。六波哲学の一つであるヨーガ学派は、サーンキア学派に大きな影響を受けている。現代のアメリカや日本では、アーユルベーダはヨーガと共に語られることも多い。しかし、 インドで人生の四目的とされる法、財、愛、下脱のうち、下脱は医学の解くところではなく、アーユルベーダとヨーガはインドでは別々のものと、みなされている。バイシェンシカ学派、バイシェンシカ学派は、この世界が、複数の構成要素から形成されているとする、アーランババーダを代表する学派である。根本経典は、シャラカサンヒターと近い時代に成立したと。 考えられている。この学派では、実体、属性、運動、普遍、特殊、内属の6つのパドアルタを想定して、世界を分析、解明しようとした。実体は、4大と、国、時間、方角、アートマン、マナスからなり、4元素は直接知覚することのできない原子からなると考えた。原子が2つ以上結合して、複合体となり、 知覚できるものとなるが、これらの複合体は無常であり、破壊され変化する。パダールタは、様々な範疇を設定して詳細に分析され、世界の説明が試みられたが、こういった、分析方法は、チャラカ・サンヒターでも用いられている。ニアーヤ学派インドにおいて、正しい論証方法、論理学は、古くから研究され、チャラカ・サンヒターでも、医師の心得として、 論議の道が44項目にわたって分類、検討されている。ニアーヤ学派の世界遺憾は、その多くを倍精子科学派によっており、独自性は、論証方法の研究にある。インドの論理学は、認識論と密接な関係にあり、ニアーヤ学派も、正しい認識とはいかにあるべきかを、メインテーマとし、直接近く、推論、類比。 信頼できる人の教示、証言の4つの認識方法を提示した。また、他者との論争において、推論は、主張、理由、実例、適合、結論の五分作法に従って立証されなければならないと考えた。論争では、それぞれが五分作法に従って、論議、検討し、ある事柄が妥当だと確定した場合、真実が知られたと言えるとされた。 ユナに、医学ムガル帝国の最大半とインドに、イスラム教が伝えられたことで、アーユルベーダには、ユナに医学の要素が加わった。逆にユナに、医学には、多くのアーユルベーダ薬物が取り入れられている。ユナに、医学は、イスラーム勢力の拡大で広がり、ムガル帝国時代にその勢力は最高潮に達した。アーユルベーダとユナに、医学は、理論的に近いものがあり、 対立するより、むしろ共存し、互いの知識、技術を取り入れ合ったようである。一般に、イスラム教徒が支配する、都市部や宮廷、富裕層では、ユナニ医学が中心となり、アーユルベーダは衰退したが、ヒンズー教徒が住む、周辺部、貧しい人々の間で名脈役を保っていた。アーユルベーダ復古主義者の間では、ユナニ、医学は、西洋医学とともに、 アーユルベーダ没落の原因であると言われるが、実際には、ユナニ医学が、アーユルベーダを生きながらえさせたと考えられている。多民族、多宗教社会であるインドでは、現代医学、アーユルベーダ以外に、ユナニ、医学、失大医学など様々な伝統医学、民族療法が、現在も行われている。西洋近代医学1909年当時の、イギリス領インド帝国。 イギリスによる直接統治下に置かれた地域はピンク、半王国は黄色で示されている。典型的なアーユルベーダ薬局、リシャケッシュ。16世紀初めにインドに進出してきたヨーロッパ人たちはアーユルベーダユナニ医学ともに原始的で未熟な医学として軽蔑した。しかし18世紀の終わりにサンスクリット語で書かれたインドの伝統的学問が ヨーロッパの学者の関心を集めると、サンスクリット語による医学書も注目された。19世紀中頃から近代教育が広がると、インドの伝統的な学者たちは、自らの伝統に目覚め、復古主義的運動が起こった。西洋医学を教える大学がインドに開かれた後に、それに対抗する形で、アーユルベーダの教育制度も整えられていった。それに伴い、 家族や主体を通した伝承は少なくなっていった。アーユルベーダは愛国心の高まりとともにインド伝統医学として復興、普及し20世紀の独立運動とともにさらに盛んになった。アーユルベーダの流星には莫大な人口を抱え貧困層も多いインドでは高額な西洋医学ですべての人の医療を賄えないことも関係している。また、 保守的な国民性のため、西洋医学に馴染めない人も多いという。新型コロナウイルス感染症に対しても、アーユルベーダに基づく医薬品や健康食品が投入されている。インド政府も推奨しているが、現代医学の医師からの批判も起きている。接中主義と復古主義西洋医学がインドに伝えられ、その有効性が示されると、 アーユルベーダの医者は折衷派と復古派に分かれた。折衷派は、西洋医学を取り入れた治療を行い、現代の危機を用いた診断も行う。一方、復古主義者は、イスラムとイギリスの支配によって、アーユルベーダは堕落したと考え、ユナに、医学、西洋医学を廃して、純粋なアーユルベーダに戻れば西洋医学に勝ると、主張する。両者は激しく争っており、 特に、スリランカで顕著である。1957年に、スリランカの伝統医学委員会委員長であった、自治大臣が暗殺され、これは、強進的なアーユルベーダ復古主義者の犯行だと、言われる。アーユルベーダ医師現在インドでは、現代医学で治療を行う医師の他に、アーユルベーダ医師の国家資格がある。大学で学んで資格を取得すれば、開業して、 治療を行うことができる。アーユルベーダを教える大学はインドでは100を超え、大学院が併設された大学もある。バムズの教育機関は、1年の研修を含めて5年半で、現代医学、アーユルベーダ療法を学ぶ。スリランカには、紀元前3世紀に、インドから仏教が伝わった際に、共にアーユルベーダが伝来したと言われる。その前には、 デーシャチキッサという固有の伝統医学があり、アーユルベーダはこれと混ざり合って発展した。現在でもアーユルベーダと共有しないスリランカ固有の治療法はデーシャチキッサの名で残されている。イギリス統治下に西洋近代医学が導入され広く普及した。アーユルベーダは国の支援を失って衰退したがナショナリズムの高まりで、 仏教や伝統文化と共に注目されるようになり、独立前の1928年に伝統医療委員会が設立された。1961年にはアーユルベーダ法が制定されて公的に医療として認められ、1980年には伝統医療省が設立された。スリランカは民族では新原人、宗教では仏教が多数を占めるが、 多民族、多宗教の国家であり、伝統医療省では、アーユルベーダだけでなく、知っ医学、ユナニ、医学、電車地喫茶などの伝統医学も保護、発展の対象にしている。スリランカは、イギリスの植民地支配から脱した8年後、少数民族タミル人を排除する、新原唯一政策をきっかけに、内戦状態に陥った。2009年に終結宣言がされたが、 長期の内戦のために観光産業は振るわなかった。そのため、外資獲得の手段として、ホテルでアーユルベーダを行う外国人向けの医療ツーリズムが取り入れられ、観光客は年々増加している。1972年以降、国立大学で教育が行われており、2008年の段階で国民の15%はアーユルベーダによる治療を受けている。 現代医学を教える大学は8校あり、対して、アーユルベーダは4校である。現代医学の医師は2万人、アーユルブーダの医師は1万5千人存在する。そのうち大学でのアーユルベーダ教育を受けた者は4千人で、他には代々アーユルベーダを受け継ぐ、家の治療者や、寺院でアーユルベーダを受け継ぐ層などがある。アーユルベーダの治療が有効と思われるジャンルは、 関節炎、麻痺症状、狂犬病、蛇に噛まれた時の治療などであるが、伝統的なアーユルベーダイの家には、それぞれ得意とする分野がある。また、半世紀前には、先生術を用いた治療も行われたが、現在ではそういった知識を持つ治療者は稀だという。治療の上で、現代医療とアーユルベーダが互いを紹介することも、行われ、統合医療が目指されている。 仏教医学伝来から昭和までアーユルベーダで利用される薬物は仏教と共に中国に伝えられ7から8世紀頃には検討士らによって日本に伝来した。小倉院に伝わる薬物の中にはアーユルベーダ薬物を起源とするものが多数あると言われる。また日本最古の医学書、維新型にはアーユルベーダに強い影響を受けた。 仏教医学が多少説明されている。ただ、日本の医療は、五世紀初頭に中国医学が伝来して、以来、漢方として独自に発展を遂げ、明治までそれが主流であった。現在でも漢方は、代替医療として、医師、鍼灸師、柔道制服士らによって広く行われている。一方、アーユルベーダが本格的に日本に紹介されるのは、 江戸時代の鎖国の関係もあり、対象になってからである。日本でのインド医学の研究は、1921年に、泉カオルカン、インドの違法及び薬物ヘルンの図書の解説として、が、研究誌に、初めて掲載され、続いていくつかの論文が発表された。昭和以降の研究昭和に入ってからは、第一原上限による、アーユルベーダ古典の翻訳、 国訳古代インドイテンチャラカ本州、スシュルタ医学が発表され、1941年には、の第一原上限による、サンスクリット語から、翻訳、スシルタ本州が出版された。本格的な研究は、1967年のインド、伝承医学研究会の設立に始まる。研究会設立後、研究開始が発刊され、 現在まで580編以上、3400ページ以上に、わたる多くの論文が書かれた。同研究会は、畑井勤、丸山正浦によって設立され、1968年に、インド伝承医学研究調査視察団が、丸山博士、畑井勤、石原明、岡部作道ら9名がインドを訪問し、インドのグジャラートアイユルベーダ大学や研究所を、 視察した。翌年1969年には、丸山博史教授が所属する大阪大学で、アーユルベーダセミナーが初めて開講された。1970年には、丸山博史教授らの呼びかけで、アーユルベーダ研究会が設立された。ハタイ・は、東洋伝承医学研究所、ハタクリニックを設立し、 アーユルベーダと現代医学医を統合して治療を行った。また、稲村明子は、グジャラートアーユルベーダ大学に入学し、5年間の教学課程を修了し日本人として、初めてインド国家認定アーユルベーダ医師として認められ、さらに大学院も修了した。1980年代には、アーユルベーダ医師、ウッパディアやカリンジェ・クリシュナが、 東洋伝承医学研究所の副所長として活動し、日本語のアーユルベーダの教科書を表した。1994年には、東洋伝承医学研究所で、専門家向け、素人向けの日本立てで、アーユルベーダの教育プログラムが開始した。1985年第7回日本アーユルベーダ研究会総会で、日本初のアーユルベーダの臨床応用として、 クシャーラ・スートラの臨床成績が報告された。1987年には、日本アーユルベーダ研究会に、ヨ画ガ療法の研究者も加わり、学術発表の範囲も大きく変化した。一般への普及と、現状ヒンディー語で、トゥルシー、英語で、ホーリーバジル、有名なアーユルベーダの薬草。1989年には、NHK で、 中国、インド伝承医学が放映され、一般に広く浸透した。1998年、アーユルベーダ研究会は、日本アーユルベーダ学会に名称を改めた。2008年、第30回日本アーユルベーダ学会総会が開催され、会長の稲村明子の尽力で、日本アーユルベーダ研究会史全37巻から、 優れた論文を抜粋した論文集が発刊され、過去の日本アーユルベーダ研究が集大成された。日本アーユルベーダ学会は、日本の医療制度の中で、アーユルベーダ医学の役割を明らかにし、広く治療を行うために、アーユルベーダの標準化と資格制度に取り組んでいる。現在日本において、アーユルベーダの国家資格は存在しないが、再藤法。 再加工などのパンチャカルマ、ネートラタルパナのような点眼お及び目の洗浄、診断、薬剤の処方など、治療の多くは、異行為に当たると考えられ、医師が、アーユルベーダを行う、少数の病院でしか治療を受けることはできない。医師向けのアーユルベーダの教育機関も、ごくわずかしか存在せず、注目を集めつつあるとはいえ、日本では広く治療が行われているとは言えない。 アーユルベーダはアメリカ経由で日本に紹介されたヨーガの人気に伴い1990年代に一時的にブームとなった。現在日本ではその名を冠したマッサージサロン、エステティックサロンが多く存在する。こういったサロンではアーユルベーダのマッサージやシロダーラー、ヤクチャなどごく一部の療法を用いて手術を行っている。そのためアーユルベーダは インド式、オイルエステなどの別名で呼ばれることもあり、送信マッサージやエステティックの一種だという、短絡的な認識が広まっている。また、週刊誌で、風俗マッサージ店が、アーユルベーダを名乗るなどの記事もあり、本来の全体的な生命科学としての、アーユルベーダとは、正反対の要例が数多く見られる。日本のサロンで行われる、アーユルベーダは、 その名に反してエステティックもしくはリラクゼーションの一種であり、伝統医療としてのアーユルベーダとは区別して考える必要がある。アーユルベーダ薬物は日本では健康食品や健康茶として徐々に人気となっており、そのほとんどは輸入に頼っている。しかし、薬事法違反の危険性があるような販売方法がされたり、薬食道源、法材原理が忘れられ、 単一の薬草だけの効果がアピールされるなど、様々な問題が生じている。また、漢方薬同様、現代医学の枠組みの中で、薬効や処方が判断されてしまうことも多い。日本には、アーユルベーダの研究施設は、ほとんどない。1999年に設立された富山県国際伝統医学センターでは、アーユルベーダを含めた、 世界中の代替医療が研究されていたが、2008年から研究は富山大学に移管され、センターは2010年に廃止された。なお、アシュタアンガフリダやサンヒターのスートラスターナは、かつて出版が企画されやの道をによって翻訳されているが、現在まで出版されていない。アーユルベーダ関連その他。ありがとうございます。